はい、こんにちは、マリモです。今回も東宝人形劇やっていきたいと思います。でですね、あれ、なんかやっぱちょっと間空いてしまった理由は、まああれですね、まあ多分前回がその前々回に言っている、まあこれ勉強していて多分撮影ができないとかいうこと、まあツイッターでも多分告知していたと思います。これは本当に勉強、もうなんか休む時間にやってるって感じですよね。ちょっと咳払いをね、ちょっと今ちょっとまだ寝起きなんで。では始めていきたいと思います。あー、ちゃんとデータ残ってますね。じゃあこれ始めていきたいと思います。マリモは自分の家でゆっくり休んだ。これすごくね、ちゃんとあらすじがあるよ。トキワシティに到着した。お、すげえ、ちゃんと前のことまで思い出させてくれるじゃん。これ前のことそんなに覚えてなかったのにな。これありがたいですね。ああ、届け物を手に入れたのか。誰に届けるのか分かんなかったんだよな、前回。それで確かやめたんだよ。次の目的地ってどこやね。キティリレポートか。おお、ちゃんとあらすじがあって分かりやすいぜ。で、そのお届け物って誰に届ければいいのかな。そのなんか、ジジイかな。覚えてないんだけど。出た、あの曲です。近道行き、帰りはな。多分ここでいいんじゃないかなって俺は思う。だって届け物って誰に届けるの、こいつしかいなくないか。ビデオトレーナーの才能があるの。え、わしに渡すもの、やっぱこの人だよね。この人しかいないじゃん、届け物渡す人って。マリモは大木戸博士にお届け物を渡した。お、これはわしが注文してた特注モンスターボール。来た、モンスターボールじゃない、これゲットできんじゃない。私が作った人形図鑑。これ図鑑なの、靴下にしか見えないけどな。へえ、そうなんだ、知らん。へえ、そうなんだ。マリモ、メガネス。これをお前たちに授けない。預ける。預けるのかよ。授けてくれねえのかよ。マリモは大きいから人形。はい、早いぞ。人形をただ見つけただけでは、詳しいデータ、手に入れることはでき、お、楽しそうだな。ね。ポケモンあまり知らないけど、東方の方が詳しいからな、正直。これ楽しいね。かなりところに楽しいね。次の撮影できる隙をね、見つけるの大変だった。楽しいからすぐやりたかったけど、ちょっと忙しいから。モンスターボールはポイッと投げれば、人形を捕まえられる。そのモンスターボールって無限なのか、わかんないな。元気な人形、まあチェーンいっぱいいるからいいや。チェーンと。うん。もうわしももう、しかしわしももうジジイ。そこまで無理やで。こいつジジイなの。自分でジジイって普通言うから。わしの代わりに夢を果たしてほしいのじゃ。さあ二人とも、いや歴史残る偉大な仕事じゃ。なんかとんでもないことになっちゃったね、メガネス。でも夏休みは長いわ。やってみよう、マリオ。そうだ。いつも一緒だからたまには二人で競争してみない。ね、そうしよう。よし、あなたには負けないわ。メガネスは男やねん。
わとか言っちゃってるね。ディンテ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 ィン。何これ、普通これこっちに書いてあることなんじゃないの。後ろからも読めるってすげえな。最近のゲームは読めなくなってね、何も書かれてないぞとかな出てくるけど、昔のゲームはそうなんだね。お前邪魔、何当選もしてんの。チャ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 、オッケー、ゲット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 、チャチェーン、チェンじゃないのか。まあいい、行け、アクレイ。戦う人形、バック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 。人形、人形は違う、人形は違うけど、多分バックだと思われる。ビール、ビールじゃない。どうやってゲットすんのこれ。ちょっと待って、ゲットの仕方が分かんないぞ。戦う、おお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 どうすんだ。これ出ないで、これ見ない。人形が、違う、人形が使わない。フレンドリーショップで売ってます。今買えないってこと。じゃあとりあえず戦うしかないってことで、一発で死んだ、かわいそうやな。だってこれ一発で死んじゃうぐらいだったら捕まえられないね。ちょっと待って、戻ろう戻ろう。ちょっと攻撃体制を、そのなんだっけ、フレンドリー博士じゃなくてアンドーナツじゃなくて、それアンドーナツ前回言ったぞ。このなんだっけ、何ドーナツだっけこいつは。こいつ役に立たないな。図鑑、水辺の人形、マリボってない。お小遣いって言い方するか。お小遣いって言えるかよ。まあいいや。じゃあ町に帰るとするか。ここの町には何もない。親戚の家。じゃあ早速またバトルであっちの町まで行かなきゃいけないんだ。なるべく近道さ、なるべく近道。まずチェーン、チェーンとかさカットしてった方がいいのかな。いや、カットするほどの時間も使わないと。マジか、マジか。でもさ、これ人形ってさ、どうやったら HP 回復するの。なんかさ、ホテルとかないのかね。あのボルダーがすげえ気になる。やっぱ近道さ、なんもねえ。これはしょうがない。
ビル山脈が中間点に行くんだよな。今九州に当たっても嬉しくないんだよな。なんで？まあ、いやレベル上がるからいっか。ではまあ戦うで風魔使っていきやっちゃいましょう。 OK です。なんかめんどくさくなってくるね。やっぱウルフリングって結構めんどくさくない？もう突き出してくるんじゃね。起きた。フレンドリーショップって何？俺が前回行ったとこだと思うんだけど、前回入ったけどなんかお店これかな。病院ありがたいです。ここで回復するんですね。前回無視しちゃいました。すいません、前回無視しちゃって。ポケモンセンターでこんな大事だったら知らなかった。ショップだからこれフレンドリーショップだと思われ。ここで絶対買える。陰陽玉っていうの名前、ポケモンあれじゃないの、なんだっけ、ポケットボールじゃなくてモンスターボールじゃないの、陰陽玉ってことは。そこまで変わってんだな。ビールって何、ドッキシ、まあ、火直しだった。これ買っていきましょうね。3100か。5個は欲しいね。よし、OK です。ない、大丈夫、 OK です。ではチェーンを捕まえに行きたいと思います。チェーン早くゲットしたい。ついでにミスチー見つけたらミスチーもゲットしていきたいと思います。探せ、この辺に。よし、来た、チェーンかミスチーか。チェーンですね、やっぱここはチェーンしかいないですよね。行け、ハクレイ。あれ、マークが青とピンクです。でもちょっと反対ですね。このマガダマでしたっけ、名前どうするんでしたっけ。バックか。ここか。ごめん。ちょっと捕まえ方が分かんない。ボールを投げてみるって何？ボールってどうやって投げるのかが分からないんだ。こうやってスライドするわけじゃないし、どうするんだろう。ちょっと待って。EXP だけ違うんだ。ビールはいいの。逃げる。絶対これやないだろう。ねえ、ちょっと待って、どうやってゲットするの、チェーンって。待って。入れ替わるのかな。
いな。ちょっと待って、ないわ。逃げるわ、ごめん、逃げる。待って、捕まえ方わからないっす。待って、わかんねえ、捕まえ方がわかんない。なんか捕まえ方が欲しい。モンスターボールを食ったらいいな。どうすればいいんでしょうね。おおお、おじさん、おじさん、うん、うん、こうだ。どうやってやった、どうやってやった、おじさん、どうやってやったの、おじさん、おじさん、おじさん、すげえ、おじさん、すげえ。今の曲なんだけど、おじさん、すげえ。人形トレーナー来ました。おじさん見直した、前回ひどいこと言ってごめん。またおじさんかよとか言って、あれ酔っ払ってたんだおじさん本当はすごい人だったんだね。よし、じゃあチェーンを捕まえに行きましょう。来ました。じゃあチェーンを自分のものにしちゃいたいと。相手のレベル上がってるやん、ラッキーかもしれないな。まあ一応叩いてから、一応まあ叩きますね。でまあ大体弱らすとして、バックどうやってやったんだ、おじさんは。違うでしょ、絶対ち。待って待って待って、ちょっと待って、ちょっと待って、おじさん、おじさんのヒントテレビのどこ、ちょっと待って、おじさん、時間、おじさん、おじさんのヒントテレビどう？ちょっと待ってよ、わかんないんだけど、おじさん、おじさん教えてよ、おじさん何もわかんない。まだポケモンやったことないから、おじさん何もわかんないんだよ。それは知ってるんだけど、人形、まずアイテムのこの出し方、あ、ごめん、違う。うん、スレッドでもスタートでもなく、間違って A とかなっちゃうんだ。ん？なんだ？あ！あ、ここで切り替えられる。やっとわかりました、使い方。あ、そういうことですね。じゃ本当に早速次はチェーンを捕まえたいと思います。そういうことね。チェーンレベル4かな。3だからちょっと。参加大丈夫かな、捕まえましょう。ザック、
と。どうやってやるの？重い玉を使いましょうか。10個持ってっけ。よし、行け行け行け。よし、行きました。人形ゲットだぜですね。よし、化け猫化け猫化け猫。オッケー。高さ 0.3m、 かなり小さい。重さ 4kg。 体重重くね体重重くね。水辺なのこいつ。ニックネームつけますね。化け猫ですね。化け猫はちょっとかわいそう。化け猫は冗談。化け猫にはしない。チェーンっていうとこです。ハキュレイなんで、こいつはヤクもいっぱいいるから。チョンビ。じゃあ終わり終わり終わりましょう。よし、じゃあ帰るか。ゲットしたし。まあ今回無事にゲットできたということで、まあ時間も時間なので今回は終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではさよならー。